GSK-3 は、セリンとスレオニンのアミノ酸残基へのリン酸分子の負荷を媒介する、セリンスレオニンプロテインキナーゼである。グリコーゲンシンターゼキナーゼ -3, グリコーゲン合成酵素キナーゼ -3 などとも呼ばれる。なお直訳すると、グリコーゲンシンターゼをリン酸化する酵素という意味である。GSK-3 は、1980年に、 グリコーシンターゼを調節するキナーゼとして発見され、それが名前の由来となっている。それ以降、GSK-3 は様々な経路の40種類以上のタンパク質に対してキナーゼとして機能することが示されている。哺乳類では、GSK-3 は2つの遺伝子、GSK3A、GSK3 バイトにコードされていることが知られている。 近年、GSK-3 は2型糖尿病、アルツハイマー病、炎症、癌、双極性障害など、多数の疾患との関連が示唆され、多くの研究の対象となっている。GSK-3 の活性部位 GSK-3 は、標的機質のセリン残機、またはスレオニン残機をリン酸化することで機能する。GSK-3 は、通常、 基質を最初にリン酸化するプライミングキナーゼを必要とする。GSK-3 の標的リン酸化部位から4、アミノ酸 C 末端側のセリン、スレオニン残基に付加されたプライミングリン酸元が活性部位に近接する性に帯電したポケットへ結合する。181、297、85番残機によって形成される活性部位は ATP の末端のリン酸基に結合し、機質の標的部位へリン酸元を転移する。GSK-3 によるタンパク質のリン酸化は、通常、下流の標的因子の活性を阻害する。GSK-3 は、細胞増殖、細胞輸送、グルコースの調節、アポトーシスなど、細胞内での中心的なシグナル伝達経路の多くに関与している。 GSK-3 は、もともと、グリコーゲンシンターゼの調節に関与する因子として、発見された。グリコーゲンシンターゼは、カゼインキナーゼニによって、最初のリン酸化が行われた後、GSK-3 によって、シーマッタンの3つのセリン残機のクラスターが、リン酸化されて活性が低下する。グリコーゲンシンターゼの調節に加え、インスリン受容体機質、 糖新性に関わる酵素ホスホエノールピルビン酸、カルボキシキナーゼと、グルコースマイナス6ホスファターゼのリン酸化など、グルコース濃度の向上性を維持する他の仕組みへの関与も示唆されている。しかし、これらの経路は GSK マイナス3のアップレギュレーションがなくても阻害され、GSK マイナス3の関与については、議論が存在する。また、GSK マイナス三は、免疫や、 有層の過程を調節することが示されている。GSK-3 は炎症性サイトカインやインターロイキンの酸性といった自然免疫の応答経路の多くに関与する。様々なキナーゼによる GSK-3β の不活性化はサイトカインの酸性や CD4 陽性 T 細胞の内内部 T 細胞と記憶 T 細胞の増殖といった 獲得免疫の応答機構にも影響を与える。細胞輸送過程は炎症応答に不可欠の要素であるが、それにおける GSK-3 の役割については矛盾する結果が得られている。成長塩水での局所的な阻害は運動性を促進することが示されている一方、細胞全体での GSK-3 の阻害は、 細胞の進展や郵送を阻害することが示されている。GSK-3 は細胞増殖やアポトーシス経路とも密接に関係している。GSK-3 は β カテニンをリン酸化して分解標的とすることが示されており、細胞分割と細胞増殖のシグナルを伝達する β カテニン、WNT 経路の一部を構成する。また、GSK-3 は アポトーシスを調節する転写因子をリン酸化し、多くのアポトーシスシグナル伝達経路に関与する。アポトーシスの調節における GSK-3 の役割に関しては矛盾する結果が得られている。GSK-3 はリン酸化によって P53 のようなアポトーシス促進因子を活性化し、生存促進因子を不活性化することでアポトーシスを促進することが報告されている。 いくつかの研究では、g s k マイナス3タのノックアウトマウスは、アポトーシスに対して、過度の感受性となって、廃段階で死亡することが示されている一方で、他の研究では GSK-3 マイナスの過剰発現が、アポトーシスを誘導することが示されている。全体としては、GSK-3 マイナスは、アポトーシスを促進することも阻害することもあり、この調節は特定の分子的。 細胞的状況に依存して変化するようである。GSK-3 は多数の細胞機能に関与する重要な因子であり、その活性は緊密な調節を受けている。GSK-3 のリン酸化の速度と効率は多数の因子によって調節されている。GSK-3 の特定の残機のリン酸化によって、気質へ結合する能力が向上したり低下したりする。 GSK-3β の216番目のチロシン酸基または GSK-3α のティール279のリン酸化は GSK-3 の酵素活性を向上させ、GSK-3β のセール9、または GSK-3α のセール21のリン酸化は活性部位の利用可能性を大きく低下させる。さらに、g s k 三は、 通常、基質を最初にリン酸化するプライミングキナーゼを必要とするという点で特殊である。リン酸化の標的部位から4アミノ酸 C 末端側にリン酸化セリン、またはスレオニン酸基が位置することでアルギニンとリジン酸基によって形成されるせいに帯電したポケット液質が結合できるようになる。経路に応じて GSK-3 はさらに細胞内極細化や タンパク質複合体の形成といった調節を受ける。皮質ニューロンでは、GSK-3 は、細胞質よりも、核やミトコンドリアにおいてはるかに高い活性を持つ。また、GSK-3 による β カテニンのリン酸化は、足場タンパク質であるアキシンによって媒介され、双方がアキシンに結合することで、β カテニンは GSK-3 の活性部位に、アクセスできるようになる。 大多数のシグナル伝達に関与しているため、GSK-3 は注目を集める多くの疾患と関連している。現在、アルツハイマー病、2型糖尿病、一部の癌、双極性障害に対して GSK-3、阻害剤の治療効果が試験されている。現在では、双極性障害の治療に用いられているリチウムは、GSK-3 を 選択的に阻害することで気分は安定薬として機能していることが示されている。GSK-3 の阻害が気分を安定させる気候は不明であるが、GSK-3 の炎症促進能力を阻害することが治療効果をもたらしている可能性が考えられている。また、GSK-3 の阻害は外実時計に大きな役割を果たす転写抑制因子レブエバ、 アルファを不安定化する。外実時計の要素は、双極性障害の傾向と関連している、可能性がある。GSK-3 の活性は、アルツハイマー病の病理学的特徴の双方、すなわちアミロイド β の蓄積と、神経厳選異変化の形成のいずれにも、関連している。GSK-3 は、直接的にアミロイド β の酸性を促進し、 タングルをもたらすタウタンパク質の過剰なリン酸化の過程にも関わっていると考えられている。GSK-3 のこのようなアルツハイマー病を促進する役割のため、GSK-3 阻害剤はアルツハイマー病患者に治療効果がある可能性があり、現在初期段階の試験が行われている。同様に、GSK-3 の標的阻害は特定の癌に、 対しても治療効果がある可能性がある。いくつかの場合で GSK-3 はアポトーシスを促進することが示されている一方、一部の癌では腫瘍形成に重要な因子であることが報告されている。この主張を支持するものとして GSK-3 阻害剤は神経にかわしと水臓癌の細胞にアポトーシスを誘導することが示されている。また、 GSK-3 阻害剤は2型糖尿病の治療においても有望であることが示されている。糖尿病状喧嘩における GSK-3 の活性は組織によって完全に異なるが GSK-3 の競合阻害剤によって糖尿病マウスの対等能が向上することが研究で示されている。GSK-3 阻害剤は 急性拒絶性能を卒中後の出血性変化に対しても治療効果がある可能性がある。GSK-3 の阻害は T 細胞で転写インシティベッドの転写を増加させコリプレッサーである PD-1 の転写を阻害する。GSK-3 阻害剤は免疫療法における高 PD-1 抗体と同様にインビボで CD8 陽性 OTICTL の機能と、マウスガンマヘルペスウイルス68株とリンパ急性、脈絡髄膜炎ウイルスクローン13株による、ウイルス感染のクリアランスを増加させた。GSK-3 の阻害剤には次のようなものがある。海洋生物由来、アミノピリミジン IC50 イコール0.6から7、NM、アリールインドリルマレーミドチアゾールパウロン IC50。 イコール4から 80NM、アロイシン IC50 イコール0.5から1.5、μm、海洋生物由来チアジアゾリジンジオン、ハロミチルケトンペプチドその他、ケタミン。ありがとうございます。